小高い丘にそびえ立つ淡路島のランドマーク高さ1 0 0ルの巨大な観音像その名も世界平和大観音です奈良の大仏や自由の女神をもはるかにしのぐ大きさで晴れた日には海を隔てて大阪や神戸からも見ることができます上空から見ますとその存在感に圧倒されます観音様のお顔を 目はうっすすらと閉閉じじまましてて口も閉じています実に安らかな顔をされています1982年地元出身の資産家によって総工費およそ53億円をかけて建設された観音像内部ではなぜか鎧かぶとやクラシックカーを展示 エレベーターや展望台も備え人気の観光スポットでしたしかし来場者は年々減少2006年に経営難で閉鎖へと追い込まれますその後所有者が死亡し15年近く放置状態が続いてきたのです実際セメントの破片でも来たら こんなんでもあの高いとこから落てたらねガラスバーン割れたこともあるし<ー>ああ危険でありのまた恥ずかしい施設であったわけですね老朽化が進み外壁が剥がれ落ちるなど周辺住民にとっては危険な存在に淡路市もこれを問題視し2011年には誰、はい、もいませんか およそ500万円の予算を組み職員らが内部調査を行ったのですしかしこの時点では観音像はあくまで民間の施設市や国は解体に踏み切れませんでした事態が動いたのは去年3月国が観音像の所有権を取得し解体を行うと発表したのです 工事は大阪市の建設会社が8億8000万円で落札し今日ようやく着工にこぎつけました地元の町内会長はしかしその一方で 私の家はあの辺やいうふうなことも言えないからまあ寂しいなという気持ちもないことないですわね <laughs> 愛着がまだあるかな近畿財務局によりますと解体はおよそ1年8ヶ月かけて行われ2023年の2月に撤去を完了させるということです